俺なんかそれこそ俺大学生の時にあの人力車あるじゃないですか、うんうん、あの車なんか引くやつ浅草とかにある。ああそうです。あれそ当時付き合ってた彼女と乗ったんですけど、うん、でなんか乗って、うん、でどこまで行かれますみたいな、うん、言われたんで、うん、なんかあじゃあなんかこの浅草の、うん、このなんか適当にみたいな、うんうん、ああわかりましたみたいな感じで、うん、なんかスタートするんですけど、うん、なんかチェーンみたいなかけてるんですよ多分盗まれないようにみたいなわかんないですけど、うん、でなんかそれがかかってて、うん、でなんかそれが外れないみたいなって、うん、でマジ進めなくて、うん、でええあいやじゃあ俺違う人力車乗りますよみたいな、うん、でもなんかいやマジ大丈夫なんで、うん、絶対大丈夫なんでみたいな、うんうん、言われて、うん、で結局、うん、だチェーン外れなくてあじゃあもう違うとこ行きますよみたいな、うん、言ったのになんか結果その人がめっちゃなんかいやもうこれ申し訳ないんでみたいな、うん、俺が歩いて案内しますみたいなで結局歩いて、浅草で3人で歩いて面白いそうな観光みたいなすごいなしました。お前ほんとなんか面白いいろいろやってるよなお前ほんとに。お前今度またあれやってよ飲み会の時なんかさ。何すか？なんか漫才みたいな。いや、マジき、いや、きついっすよ。やってたじゃん、なんか。いやいやいや。西内とまたやってよ。いや、あれ、西内さんが。あれ、ちょっとめっちゃ面白かった。あれっすよね。あんなのできるんだな。いやいやいや。普通に。パクリっす、パクリっす。あれ、パクリっすよ。やっぱプロのネタやってるってこと？はい。いや、でもあんなのできないよ、いやいやいや普通。めっちゃパクリっす。いや、面白すぎるわ、お前ら。バンビーノ。西内と。あー、バンビーノって、はいはいはい、わかるよ。わ、はいはい、かるわかる。あそうなの？そうです。いや、めっちゃくちゃ笑ったわ、あれ。あれまたやってよ。お前ほんと面白いよ。いきます？行くか。